東方ハウス湘南の小川です。本日ご紹介する物件はこちら、稲村ヶ崎の海を一望する全室オーシャンビューの物件です。ぜひご覧になってください。ではリビングルームに参りましょう。広さ 46.7 畳あります。おしゃれなカフェのようなキッチンセットやスキップフロアや折り上げ天井という素敵な住空間を演出しながらこちらへ来てください。テラスに出ると素晴らしい景色が広がっております。まるで海辺のレストランのような空間が演出されてますよね。お友達とかをたくさん呼んでここでパーティーなんかするといいですよね。僕も呼ばれたいです。こちらのお家のラグジュアリーなゆえんはここのプールです。夏はもちろんプールとして気持ちいいですが、冬は温水が使えますので、年間通してご利用いただくことができます。ちょっと気持ちよさそうなので入っちゃいました。気持ちいいですよ。こちらのプールはリビングダイニングからも見えますし、こちらの壁と建物の間で人目が気にならないような設計でプライベートな空間を保たれる。それではお2階の方に参りましょう。お2階も素晴らしいですよ。どうぞ。こちらはこのお家のマスターベッドルームになります。12.7 畳の主寝室になりますが、とても見晴らしの良い海が見える大きなバスルームがついております。ではテラスの方に出てみますが、ドーンと江ノ島が見えております。素晴らしいです。花火大会はここ特等席ですね。他にも洋室がありまして、そちらの洋室2つにもシャワールームとすべてテラスがついておりますので、そちらでも十分楽しめるかと思います。こちらの建物の特徴としましては、スマートフォンで操作ができる、言うなれば IoT システムを採用した遠隔操作の照明であるとか空調設備の操作ができるように設定してあります。セカンドハウスとして使用するときも到着前に快適な状態でお住まいに入ることができます。こちらのラグジュアリービラ稲村ヶ崎、お問い合わせは小川まで。連絡お待ちしております。